トリアミンは、嗅覚置換反応が難しく、テトラルキルアンモニウムカチオンが生成しづらい。タートブチル元の存在により、窒素原子の孤立電子体に、吸電子材が近づくことができない。立体障害とは、分子内お及び分子間で分子を構成する、各部分がぶつかることによる回転などの制限のこと。立体障害は、科学では、非常に大きな意味を持ち、 非常に重要である。一般の痴漢反応や、負荷反応における分子の反応中心への接近、LDA に代表される、嗅覚剤と塩基、アトロプ異性などのような結合周りの回転の制限や、不安定化合物の安定化、不整合成における廃止設計など多くの場面に関わっている。立体障害の大きな痴漢基としては、イソプロピルモとタートブチルモと、 メッシチル元などが挙げられる。分子模型としてよく用いられている玉棒モデルではあまり実感が湧かないが CBK モデルを用いると立体障害がいかに大きな意味を持つかがよくわかる。ありがとうございます。